ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上尚弥、30イコール大橋、が5月に東京でルイス・ネリ、メキシコ、と行う防衛戦の正式決定が近づく中、挑戦者の前科が懸念されている。元 WBA 世界ライトフライ級王者の具志堅洋光氏が YouTube チャンネル、具志堅洋光のネクストチャレンジで。 ネリが2018年の山中信介戦で体重超過により資格停止となった問題について言及。みんながネリさんが日本に来ている試合を見ているから、またやるんじゃないかと思うわけですね。トレーナーとマネジャーがしっかり話し合いをしないと。試合前に失格したら、もうファイトマネーはゼロだよと。1円もないよ、ゼロだよという約束を交わさないといけないと釘を刺したまた。 具志堅氏は違反した場合の取り決めは事前に契約書で決めることができるのかとの質問に対してはマネジャーとプロモーターで決めることができる。今回も厳しい条件の中で契約すると思いますねと断言した。一方で試合は5月6日に東京ドームで開催とも伝えられておりもしネリが体重を超過しても簡単に試合を中止できない事情もある。具志堅氏は とにかく前日計量で必ずリミットに持ってくるとそれをしないといけないと思います来日も最低1週間はいるから計量1週間前の体重報告あと何キロとかそういうのもしっかりチェックをしながら都何中にもチェックする必要性を力説した武士健ン自身2018年の山中戦は試合会場で観戦これはもう 体重超過を二度とさせないように神経を使うはず当時の試合はもう体が違ってきてるし階級どころじゃないですよあそこまでなったらバンタムとフェザーですよかわいそうだよやっぱりと振り返るさらにメリの過去のドーピング問題についても言及し来日した時に検査したりそれも徹底的にとクリーンな試合を熱望した